モークアップだったんですね、はい、これはあの僕がやはり中学生ぐらいの66年か7年だと思うので、はい、こういわゆるロックバンドっていう感じの印象とは違うものとして自分が捉えていて、ただ日本ではもう絶大なアイドルとして扱われていて、ただこの今かけた曲とか放題が孤独の太陽っていう、まあ今聴いてもかっこいいというふうに思ってて、で本当不思議なぐらいに多分まあこのバンドはルックスがいいということで何をやっても許されたのかなということで、一番そのデビュー曲だったと思うんですけど、太陽は輝かない、普通なら太陽はまた輝くというふうになると思うのが、太陽は輝かないってよそうナンバーワンになったなっていう、そういう意味では60年代の、うん、ただただ暗いだけじゃなく、こうちょっと屈折したものがロックバンドって形態ではないけど、より形がはっきりしてたんじゃないかなと思って、でそれなんでこれを最後に書きさせてもらったかっていうと、これをハーディーソウルでやります。この曲ですか？この曲です。もう練習を3日前にやって、なんか手応えがあってものすごいヘビーな曲にします。楽しみです。でこの、まあ、スコット・ウォーカーは、はい、この後そのいわゆるこうちょっとカルト的な気がしますね、はいはいはい、その今ハルミさんおっしゃったそのちょっと負の部分というか、はい、壁の部分はより出てきて、はいはい、そのシンガーとしてもやっぱりちょっと 特殊なというか、はい、面白い位置に対してだと思います、はい、でこのその今かけたこれも CD ですから LP よりも曲が多く、もちろんボーナストラック入っちゃってると思うんですけど、この頃のウォーカー・ブラザーズの曲を聴き直してみて、今スコット・ウォーカーが、ね、作っているソロとかと全くブレがないです。その、まあ、暗いというよりは美しいっていう、その何かの比較ってバックに何があるからそれが生きるので、太陽の下でそれを何かあーって言ってそれを僕に美しく感じられないって、僕はなんかこう美しいっていう言葉を自分の中で自覚した曲っていうのは一曲あって、そのさっきも名前出たと思うんですけど、ガブリエル・フォーレ、発音すいません、もう彼が作ったピアノとバイオリンの曲を聴いて美しいとおそらく二十歳ぐらいの時感じて、ただ僕がその美しいと感じた時ってやっぱり悲しみが溢れてきて、悲しみが溢れた後に美しさになっていくんだなというのを多分未だに実践しているんだと思います。羽生さんにとってでもこれは割といつもこうぴったり合う感じの音楽、もうこの今かけさせてもらった In My Room はいつ聴いてもなんか日本のタイトルが In My Room だったら聴くことがなかったかもしれません。そのなんかこうドッガーンってくる孤独の太陽って、はあ一番輝いてるものが実はやっぱり孤独じゃないっていう、それは今こう噛み締めてもすごいなと思うし、でずっと好きで、うん、愛嬌の時もいやその自分のカバーを初めにやった時の日本語で歌う時も
日本語で歌おうと思った一つのこう選曲の一つだったんですけど、なんかそれはなんかちょっと違うなって感じがして、うん、よし今だっていう。なるほど。I don't know.